アイドルグループキャンディーチューンが新曲「君もゾンビですかゾンビですね」を配信リリースしたことを記念し、27日に東京歌舞伎町シネシティ広場の屋外ステージにてハロウィンライブを開催した。イベントには無料でライブを楽しめるフリーエリアも設けられ、大勢の観客が駆けつけた。オーバーチュアーが流れるとハロウィンモチーフの衣装を着用し、顔にゾンビメイクを施したメンバーが登場。1曲目にリリースしたばかりのハロウィンソング「君もゾンビですかゾンビですね」を披露し、会場は一気にダークでポップなハロウィンの雰囲気に染まった。続けて「キュ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 」と「バイバイファイト」を披露し、 MC で自己紹介を終えた後、備えあれば無問題で会場の一体感が高まる。そして8月に CD リリースされた人気楽曲「キスミーパティシエ」で観客のボルテージは最高潮に達し、さらに大きな盛り上がりを見せた。これで終わりかと思いきや、 MC を挟んで1曲目に披露した「君もゾンビですかゾンビですね」を再度パフォーマンスし、ハロウィンライブは幕を閉じた。イベントは全曲動画撮影 OK という形で開催され、最後に披露された「君もゾンビですかゾンビですね」のファン参加型キャンペーン「君もメガボルト作りますか作りますね」の開催が発表された。ファンがライブ会場で撮影したメンバーの推し動画をつないで1本のメガボルトを作る企画となっている。